ラッセル卿、ウィリアム・ラッセルは、イングランドの政治家。第5代ベッドフォード伯爵ウィリアム・ラッセルの産卵。1660年の王政復古後に、庶民院議員となり、保育党の幹部として、政権を批判したが、1683年のライハウス陰謀事件の首謀者として、大逆罪で処刑された。 ベッドフォード伯爵の法廷推定相続人となった1678年から、ラッセル教の儀礼称号で称された。第5代ベッドフォード伯、ウィリアム・ラッセルとサマセット伯、ロバート・カート・フランシス夫妻の娘・アンの三男として生まれた。はじめ兄のフランシスと共に1654年に、ケンブリッジ大学へ進学。ヨーロッパへのグランドツアーに出かけて、 フランス、スイス、ドイツを訪問1659年にパリを訪れた後に帰国翌1660年の王政復古に伴い同年と翌年に二度旅ストックから選出され会員議員として政治活動に入った議会活動ではイングランド王チャールズ2世の政策を批判1672年の国庫支払い停止及び親フランスの姿勢を非難し チャールズ2世の弟のヨーク公ジェームズがカトリック信者と判明すると反カトリックの立場からジェームズも非難するようになっていった。また、1669年に第4代サウサンプトン、白尺トマス・リズリーの娘レイチェルと結婚、1679年に兄が亡くなったことにより後継者に選ばれ、儀礼称号としてラッセル教の称号を受け継いでからは、 シャフツベリ博アントニーアシュリー・クーパーと共に、ホイック党の中心人物として担ぎ出された。1678年に、チャールズ2世の側近のダンビー博トマス・オズボームを、フランスとの密約に関わっていたことから弾概、翌1679年に、ダンビーを、ロンドン島へ投獄させた。1680年には、大い排除法案を提出して、 ヨーク公の大井継承権排除とチャールズ2世の諸子のモンマス公、ジェームズ・スコットをチャールズ2世の後継者に擁立、翌1681年に大井排除法案が廃案になっても議会に再提出した。こうした行動はチャールズ2世の不況を買った。1683年6月にチャールズ2世、ヨーク公兄弟の暗殺とモンマスの擁立を図った。 ライハウス陰謀事件が発覚すると、ホイック島にも、捜査の手が及び、首謀者の一人として逮捕され、ロンドン島へ投獄された。裁判で無実を主張、父と妻、友人たちが何度も、チャールズ2世に除名嘆願したが、受け入れられず死刑が決まり、7月21日に、リンカーンズ・ウィン・フィールズで、ジャック・ケッチにより、残死刑で処刑された。遺体は、ラッセル家に引き取られ埋葬。 モンマスも関与の疑いでオランダへ亡命した。ホイック島はライハウス陰謀事件で打撃を受け、父は失意のあまり屋敷にこもるようになり、ラッセル家は筆則を余儀なくされた。1685年にチャールズ2世が死去して、ヨーク公がイングランド王ジェームズ2世に即位。モンマスは反乱を起こして処刑されたが、重邸で、 妹マーガレットの夫エドワード・ラッセルをはじめとする貴族たちの反発を六1688年の名誉革命で亡命1689年にウィリアム3世、メアリー2世が即位するとラッセル教の罪状を取り消す声明が出され名誉が回復された1694年に父はベッドフォード公に助せられこのライオセスリーは1700年に 父が亡くなった後に、ベッドホード校を継承。ラッセル家は、公爵家として台頭していった。1669年に第四代サウサンプトン、白爵トマス・リズリーの娘レイチェルと結婚。彼女との間に、以下の一難二条を設けた。ABC ・ランディ、ダリル、RT、ホン、ウィリアム・ラッセル、ロード・ラッセル。THEPERAGE.com 2016年8月10日閲覧。森 P214P216 ともきよ P233P235P244P247。森 P217P219 ともきよ P264P265。ありがとうございます。